サンガブリエル級防護巡洋艦は、ポルトガル海軍の防護巡洋艦の艦級。本級は、ポルトガル海軍が、自国の通称オロホゴと植民地警備を主任務とする小型の防護巡洋艦として、フランスに発注され設計、建造されたクラスである。船体は、平甲板型船体である。水面下に、昇格のついた艦首から甲板上に、 クルップ15センチメートル速射砲を棒立てのついた炭素砲がで一機配置した。その背後に全部マストを挟んで両脇に船橋を持つ操舵環境と一本煙突が立つ。煙突の周囲はキセル型の通風塔が立ち並び、その外周は関西艇置き場となっており、2本一組のボートダビットが片弦二組ずつ計四組で運用された。 原則部には張り出しを設け、そこに棒立てのついたアームストロング 12cm 速射砲が単装砲がで片原2箇所ずつ計4機配置した。後部甲板上に後部マストが立ち、その後方に 15cm 速射砲1機を並列配置された。ノルマンシャルアーブル造船所で1898年5月7日、気候、1899年浸水。 1899年、春行。1924年除籍後、解体処分。ノルマンシャルワーブル造船所で1898年7月5日、寄港。1899年浸水。1899年、春行。1911年10月除籍後、解体処分。ありがとうございます。